ではフィードアルケミックスやっていきたいと思います。今日はね、ロストアイランドで超絶大活躍しているメインウィングなんだけど、ジェネシス2と違って、序盤結構文明レベルがやっぱりサバイバルの低いレベルなので、今回はね、そういった場面にも対応できる、めちゃくちゃね、効率のいい神トラップが海外の添削考えてますので、そちらを今日は解説と紹介していきたいと思います。それでは本日の目的はこちら1つ目、メインウィングの生息域について、2つ目、トラップの作成、そして最後に実演と解説やっていきたいと思います。それではまず1つ目に、今回のロストアイランドで利用するトラップっていう形を前提なので、ロストアイランドでメインウィングどこにいるかっていうのを簡単にね、説明していきたいと思います。いつも出しているスポーンマップですね。こちらになります。で、見てわかる通り、この右下の大陸にしかいないって感じですね。ただ、ここめちゃくちゃ数がいるので、かなりね、スポーンとしてはいい感じかなと思って、ちょっと探せばね、見るかなっていう感じですね。羊とかだと、スポーンが逆にちょっと飛び飛びになってるので、少ない地域でね、決め打ちであんまり見つからなかったりするんだけど、逆にメインウィングは完全にここしかいないので、ここ決め打ちで大丈夫なので、結構ね、広範囲にいろいろ生息している環境であったり、いろいろね、種類が多くて、スポーンがたまに偏っちゃうロストアイランドでは珍しく決め打ちで探せる生物なので、探したり見つけるっていうのはメインウィング自体は結構簡単なんじゃないかなって思いますね。そういった形でね、この右下の大陸にメインウィングがいますので、こんな感じでサクッと見つけること容易なんじゃないかなと思います。で、一応ね、目印として座標はね、46.4、70.3 っていうところでいいんじゃないかなと思いますね。俺はここの湖、今言ったこの座標の、ちょっとした湖ね、ここを俺は目印にしていつも来て、で、メイちゃんをここを中心に、前後左右に飛んで探しているっていうような形なので、46.3、70.3 のこの池あたりが、いいんじゃないかなって俺はね、座標的には思いますね。それでは次に本題のトラップについてやっていきたいと思います。まずはトラップ作成っていうところをやっていきましょう。トラップに関してはね、結構ね、神トラップではありますので、すごくイージーな感じになっております。まずね、建材の材料ですね、リソースから見ていきましょう。石370、木188。で、藁が136となっております。っていう感じなので、マジでピッケルと斧さえあれば、現場でね、サクッと作れるようなレベルではありますので、非常にね、簡単な建材のみで作っております。で、さらに建材は、もっと簡単ですね。まず、土台が1つですね。で、両開きのドア枠、ダブルドアフレームが3つ。で、壁が2つ。で、階段が2つになっております。で、これは全部石建材でやりますので、石で作ってくださいっていうような形になっております。それでは早速作っていきたいと思います。で、作るときは、ちゃんとね、平たいところを選ばないとダメです。っていうのも、ロストアイランドね、モッドマップでは結構珍しくて、ストーリーマップチックで、結構ね、傾斜があったり、凸凹があったりするんだよね。なので、まずは平たいところに土台を置く。これがまずスタートになります。で、土台を置いたら、次は入り口の侵入ルートを決めます。で、侵入ルートを決めたら、とりあえず今回は俺が向いているこの正面、ここが侵入ルートとしましょう。で、侵入ルートに関しては、ダブルドアフレーム、両開きのドア枠をつけます。ここが侵入ルート。で、侵入ルートのこの対面側に関してはダブルドアフレームですね。これを2つ置きます。これがね、ベースな形ですね。先は2つ置いて、入り口は1つっていう感じですね。両開きのドア枠が。で、両サイドが空いてますので、ここを壁で閉じましょうという形ですね。こんな感じでいいですね。はい、OK です。で、あとは、ちゃんと侵入できるように階段を設置していきます。で、ここは2段になってますので、階段的にはね、2つ階段を設置して、これで完了ですね。めちゃくちゃ簡単でしょ？俺大好き、1マストラップになっております。そうなんです。はい。超イージーです。こんな感じです。はい。というところで、このトラップに引き込むことによって、スタックさせて、そのままイージーにテイムすることができるっていう感じになっております。ということで、次に早速、このテイムを使って解説をしていきたいと思います。で、このテイム方法に関しては、メイちゃんをすでにね、テイムしたことある人ならわかると思うんだけど、メイちゃんは攻撃すると基本的には逃げます。ちょっと殴るんだけど、殴ったらこうやってバビョーンって上に飛んできます。こんな感じで逃走するので、モレラトプスみたいな感じなんだよね。というところで、しかも群れ効果があるので、こいつはちょっと今飛ばなかったんだけど、周りに 2,3 体いると 2,3 体全員逃走状態になりますっていう感じで、なかなかね、難しいね、使い方になりますので、そういった場合にはレアフラワーを使って引いていきましょうっていう感じなんだよね。で、結局さ、レアフラワーいるんでしょ？結局レアフラワーお高いんでしょ？奥さん安心してください。なんと、こちらの近くにレアフラワーございます。ということで本日はレアフラワーも一緒にご紹介していきたいと思います。レアフラワーはですね、こっから南に行っった島にあるんすよ。ということで、離れ小島に来ました。ここですね、場所としては。で、どこかっていうと、一応ね、この見てる先、この目の前の緑大陸があそこにメイちゃんがいた東側の平原ですね。あそこを南にぐーっと下って、で、南は砂漠があるから、その間にある、この離れ小島みたいな感じのところ、ここなんだよね。ここにレアフラワーが生成しているので、まあ一応ね、飛行生物とか、あとはシノマクロプスだけでも来れるんだけど、まあそんな感じで、ちょっとね、左下みたいな感じかな、さっきの平原の。そういったマップの場所的なところに来ると、ちょうど見つけることができます。で、座標は 67.3、75.3 になります。で、地面に生成をしています。で、ちょっとね、コツがいるんだけど、このね、紫の花、これなんだよね、これ。これがレアフラワーです。ちょっと取ってみるね。はい。っていう感じで今左にレアフラワー出たと思うんだけど、この紫の花が、もううるせえな。レアフラワーになって、うるせえっすね。レアフラワーになっております。それでは早速レアフラワーを回収しましたので、戻ってメイちゃんを引いていきたいと思います。で、あそこのね、島はね、結構ディロホとかしかいないから、マジで安全なエリアなので、かなりね、イージーな感じで取ることができるかなっていうところですね。なんならね、俺がね、見た時はディロホすらいないタイミングとかも全然あったので、まあ、あそこはね、そんなにね、まあ、準備することなくっていうか、まあ、そんな気負うことなくいって、サクッとレアフラワーだけ回収して持っていけるかなっていうところではありますね。一応ね、僕が見つけてる範囲だと、あそこがね、レアフラワーね、まあ、素でね、生成してて安全な感じだったので、まあ、あそこいい感じかなっていうところですね。まあ、もしね、もっとね、いい場所あったら教えていただければと思います。一応まあ、今回はね、やっぱメインウィング捕まえるのって序盤だと思うので、しかもこのトラップね、ネット弾を使わないで捕まえるっていうところなので、まあ、序盤を想定してるので、まあ、できるだけ安全でイージーなところで、かつ、同じようにイージーなトラップでっていうのを目指してやっております。それでは早速やっていきましょう。実践ですね。で、実践やる前に、まあ、できれば、こういったモレラトラップス。こいつはね、まあまあ厄介で強いので、まあ、こいつね、先にキルできたら嬉しいかなって感じ。あとは、まあ、ディプロはいいけど、ブロントがいたら、ブロントとか、あとステゴね。ステゴとかも、まあね、近くにいないことをちゃんと見た方がいいかなみたいな。ステゴとブロント普通強いから、なかなか序盤にね、戦うのは辛いかなみたいな、そんな感じではありますね。という形ですので、メイウィングを探して、で、メイウィング引いていきたいと思います。それでは、ここにメイウィングがおりましたので、このメイちゃんに使っていきましょう。はい、オッケー、ゴー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 。いくぞ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 。さあ、行きますよ。こんな感じで、メイちゃんが追いかけてきて、メイちゃんね、なんと、レアフラワーの時は飛ばないんだよね。飛ばないので、そのまま陸上のトラップに行けます。で、そのまま抜けて、はい、スタックしました。っていう形になりますね。これで、いい感じですね。うわー、やばい、戦争になってる。やばい、レアフラワーのせいで戦争になってる。はい、解散、解散です。解散してください。で、このトラップの仕組みなんだけど、トラップに関してはこんな感じで、メイちゃんが完全にスタックしてるんだよね。スタックしてるので、これでね、ジャンプもできないっていうか、このなんか、くるくる回る横移動というか、この1マストラップの中で、くるくる回るくらいしかできないんだよね。完全にスタック状態になってるんだよね。地面にも足がついてないし、かつ、なんかね、いろいろ動けるわけでもない、抜けれるわけでもないみたいな状況で、本当に完全にスタックさせてるっていう、ちょっと半分バグ技みたいな感じ。こうやって殴ってみるんだけど、殴っても全然上に飛べないでしょ。っていうような形なので、完全にこのトラップに関しては、かなりね、天才が作ったギミックみたいな感じで、固定化みたいな、スタックされてるような状況になるので、このまま、麻酔矢を打って眠らせれば OK です。で、メイちゃんに関しては、気絶値が低いので、すぐ眠ると思いますし、この平原の中には、普通にね、羊おりますので、羊でね、高倍率でテイム可能なので、非常にいい環境かなと思います。で、まあこんな感じで、ね、ステゴとかもね、追ってくる場合もあるんですけど、まあステゴ足遅いからね、一応ね、負けるかなって感じで、メイちゃんがそこそこね、歩く速度速いので、まあ移動速度 120% とか 30% とかにしといて、まあ別に他の恐竜使ってもいいんだけど、ちっちゃめね、まあ、とりあえずこの陸をグッと走り抜けて、で、テイムするみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。別に攻撃力も高くないし、メイちゃん。多少小突かれても大丈夫だから、まあ、そんな感じでやっていけばいいんじゃないかなと思っております。ちなみになんだけど、自分のメイちゃんを突っ込んでみてどうなるか実験してみたいと思います。このまま普通にメイちゃんで入ってみたいと思います。あ、なんもできねえ。あ、マジなんもできねえ。あ、これ自分のメイちゃん入れるとやばいことになる。なるほどね。あ、これやばいね、これ。だから理論的にはさ、スタックしてるっていうのは分かってたんだけど、マジなんもできねえ、これ。あ、これやばいな、これ。ということなので、マジなんもできないです、これ。あこれ、クライポットで回収するしかないから、とりあえずクライポットは、あ、でも、ワンチャンちょっと受けるかな。あー、オッケー！ワンチャン頑張ればいけるけど、なんかすごいガチャガチャジャンプボタンとか、なんかパラシュートみたいなやつを押しまくったら、できたけど、めちゃくちゃスタックする、これ。なので、野生恐竜はそんなね、うまい具合に動けないので、そんな感じで、まあ、とりあえずスタックはして動けなくなるのかなっていう仕組みになってますね。っていう感じです。ということで、本日はメイウィングのお手軽トラップと、あとはね、それに使うレアフラワーの場所を解説していきました。このね、トラップね、マジで有能で、やっぱりね、ジェネシス2と違うのは、あの頃はね、あんまり重要なかったんだけど、今回はサバイバル状態だから、ロストアイランドは、かなりね、テックスーツとか最初から持ってないっていう状況がすごくね、大きく違うので、そこら辺を看板見て、このトラップね、かなり生きるんじゃないかなと思いますので、紹介してみました。まあね、レアフラワーと一緒な感じで使ってみて、まあ、ぜひね、こうやってスタックさせてみて、はいかがでしょうか。はい。っていう感じでね、完全にメイウィングをスタックさせる、神のようなトラップになっております。はい。という形で本日はこのくらいにしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。